罠でも何でもいい、皆殺しにするだけだ。汚染された。夜吐きたい。入り口は開けておいた。ナインエスが先に行ってる。
そうか。なあ、私たちは役に立ったか。ああ、塔のいない家。そうか。ヨルハ部隊の死体。予測、先行して入ったヨルハ機体ラインSによるもの。行くぞ。この構造物の目的は不明、推奨、情報収集だろうな。施設。図書館？なんだそれ。過去に人類文明が作り上げた情報保存施設。データを見るのにハッキングする必要があるのか。ポッド、頼む。了解。ヨルハ機体 A2 にハッキングインターフェイスへのアクセス権限を付与。よし。この塔は機械生命体にとっての情報収集装置みたいだな。
月面の人類サーバーの記録。機械生命体はそんな場所まで侵入していたのか。数が多すぎて拉致が開かないな。なんだ。ヨルハ計画における2号モデル運用概略。部品移植により運動領域内にウイルスを確認。推奨自己ハッキング及びウイルスの除去。95% まで回復。
全てを破壊した、全てを破壊した。ならば約束通り見せる。これがヨルハ計画。じゃあ僕たちは、トゥービーは全てを知ってもなお戦うことを願う。私たちは機械生命体のネットワークから生まれた概念人格。破壊することは不可能。ヨルハ機体9S、貴様の攻撃は無駄だ。貴様の何度も何度も全部壊せ。お前たちにこの塔も。敵の強制ハッキング攻撃推奨。
早急な離脱。貴様は久しぶりだな、ニモ。いや、今はエーテルと呼ぶべきだ。懐かしい。私たちのような概念情報にとって時間は意味がないのよ。それでも君たちの部隊を全滅させたことが印象に残っている。ヨルハ部隊アタッカー2号機、正式採用されるヨルハのために生み出されたステルシの実験部隊。うるさい。敵自我データ飽和率
100% 予測。敵自我の分裂を開始。私たちにはトーターズが必要だ。このアンドロイドを殺さずに置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告。飽和した自我が相互に逃走を開始。まるで人類みたいだな。動けるんだ。推測。ベイサーバーの残存データに。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは何をグズグズと喋ってるんだ。報告。敵の過去記憶の入手。
しまった。壊れた。だから、お前たちも壊す。あの瓦礫は不明。何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ？不明。Thank you.
待て。